行政システム理工学類には数理情報科学コース、経営システムコース、物理システム工学コース、物質科学コース、エネルギーコース、生物環境コース、地球環境コース、社会計画コース、心理整理コースの9つのコースがあります。1年時に理工学系の基礎科目を学び、2年時から1つのコースを選択し、専門領域について深く学んでいきます。共生システム理工学類の特徴は、共生をテーマに現代社会や地域の問題をシステム科学的に捉え解決できる理工系人材の育成、幅広い理工学の基礎知識を身につけ、深さと幅広さのバランスが取れた9つのコースで専門性を磨き、異分野の専門家とも協力して問題解決ができる人材育成を目指します。また原子力発電所災害をきっかけに関心が高まった放射線について、科学的に理解し対応することのできる人材の育成を目指し、放射線取扱主任者資格レベルの放射線科学について学ぶ放射線科学専修プログラムがあることも大きな特徴です。共生システム理工学類では、高度な専門知識や研究経験に基づいて異分野の専門家と協働できる人材を育成するための教育・研究が行われています。例えば、人と一緒に活動できる支援ロボットの開発、家庭やオフィスでパートナーとなれるロボットが目標です。ロボットを実現するためには、さまざまな要素技術を協力して開発する必要があります。夢の実現に向かって、研究室が一つのチームとなって取り組んでいます。また、共生システム理工学類学生自治会が主催する学生交流会は、例年、2年生と1年生が主体となって企画運営しています。軽食をとりながら、工夫を凝らしたクイズや楽しいゲームなどが行われ、学年を超えた学生や教員との交流があり、毎年大いに盛り上がります。また、前年度の学業成績優秀者が、学年ごとに表彰されるのも共生システム理工学類の特徴です。大学院共生システム理工学研究科には、共生システム理工学専攻と環境放射能学専攻があり、共生システム理工学専攻では博士前期課程に数理情報システムコース、物理メカトロニクスコース、物質・エネルギー科学コース、生命・環境コースの4コース。博士後期課程では、共生数理システム領域、共生環境システム領域の2つの領域で研究を進めます。環境放射能学専攻では、博士前期課程の環境放射能学コース、博士後期課程の環境放射能領域で研究を行い、高い専門性を身につけていきます。異分野の専門家とも共同して仕事ができる、問題解決に当たれるような人材を育成したい、これが教育の目標でございます。専門領域での奥の深さというものと、その学習の幅の広さ、これいずれも重要なものなんですが、これのバランスを取りたいというふうに考えてカリキュラムを構成しています。自分の学びたいと思っている分野や、またもしくはその分野がまだ決まってなくても、本当に幅広い教養であったり専門的な知識であったりを身につけることができて、そういう勉強に対して集中できる環境が非常に整っている学類だと思っています。ちょうど私が3年生の時に震災がありまして、それをきっかけに放射線関係の研究しようということで、放射線を計測する部門の方に、特化して頑張っております。現代社会の課題において、さまざまな共生というのが求められていると思っておりまして、例えば人と産業の共生、環境と産業の共生、そういったものが必要だろうと。異なる存在のものが、その互いのそれぞれの自分自身の長所を生かしながら、そのお互いの不足を補っていくことだと思っていて、不
普通の大学だと何ですかね、物理学科とか化学生物とかでもう最初から分かれちゃってると思うんですけれども、まあ、福島大学の特徴としていろんな分野で共に生きるっていうとなんか壮大すぎますけど、まあ、研究する協力して何かをこう成果を成し遂げていくっていうのが、まあ、一つ共生研究としての共生っていう意味の一つだと捉えています。理学、工学、経済学、それから心理学、生理学まで、さまざまな方いらっしゃいますので、さまざまな人と討論する能力、まあ、質疑応答に的確に答える能力、こういったものを身につけていただきたい。まあ、こっちの放射線の測定分野に来て、今流行りの AI っていうんですか、機械学習っていうものがあるんですけども、もともとあんまり興味なかったんですけども、まあ、大学の中でその授業とかを受けてたので、その最初の取っかかりが大学の授業の中で、できていたので、その第一歩を仕事として踏み出しやすかったというのが ありますね。この学類は分離融合科目であったり、また専攻に関係なく好きな授業や講義っていうのを取れるのも多いんで、自分が勉強したい内容だけじゃなくて、それ以外にも幅広い知識を身につけていることができているかなと思ってます。